はい、一郎です。今日はね、浦和シリーズということで、浦和大好き。前回第1弾北浦和だったんですけど、今日は南浦和に来ております。お武蔵野線と、うん、京浜東北線、すごい乗り換えの駅でもあります。で、一応乗車率ランキングだと、浦和の中だと浦和に次いで2位の乗客ランキング。改札は1つなんですけども、西口と東口に分かれてます。で、まずは西口にちょっと、で、こんな感じで、で、ニューデイズもね、こっち側にあるし、うん、正面ですね、西口ね。はい、駅周辺こんな感じになってます。はい、南浦和駅西口、はい、すぐ横に銀だこがありますね。東口と違ってバスのロータリーがこっちはありますね。あ、いろんなバス、そう、わらびとか北戸田とか武蔵浦和とか、いいですね、こんなのあるんだ。知らない。沿線駅、沿線周辺名所ご案内、知らない名所。あ、行きましたね今。南浦和ってちょうど真ん中、武蔵浦和に次いで真ん中あたり、うん、だけどこうやって見ると名所ないじゃんっていうね。だいたい下の方に公園系があって、浦和競馬場、うん、あー、まあそうですね。はい、私がおすすめの本屋さん。おすすめ。ここでこちらで実際買いました。あ、いいですね。あ、小さいけど、うん、面白い本もたくさんあります。いや、いいです。タバコがあって、まあ本屋さんがあるね。この本屋さんは面白いですよ。で、まあ定番の整骨院とか、はい、で、やっぱ駅にはやっぱミスドとこの居酒屋の庄屋、あとは漫画喫茶もあるんだよね。ここ前使ったことあるんですけど、うん、満喫があります。うん、ミスドもあるし、河合塾があって、みずほ銀行が西口にあります。はい、で、こっちがちょっとした商店街通りになってるのかな。ああ、セブンイレブンとかで、こう居酒屋の 千年の宴とか目利き、うん、で、まあパチンコ屋もあって、ああっていう感じです。で、塚田牧場もありますね。こんな感じになってる。で、オリジン弁当もこっち側にあります。個人的に南浦和といえば、バンドスタジオができるスタジオがあるんですよね。うん、パックスっていう、この上にあるんですけど、このパックス南浦ってここ使わせていただいております。以前行った、はい、ロイヤルデリの自動販売機、南浦にこんなのあるんだね。はい、あ、美味しそう。うん、コスモドリアとかドリア系の冷凍自販機、美味しそう。ジャワカレーとかも、うん、ロイヤルホストの商品をドヒエモンという形で自動販売機で提供してる、非常に楽しい自販機です。値段はそこそこ、なんか値段上がったね。前650円とかだったけど、はい、書いてあります。はい、あ、周辺には1000本の小さな紫陽花園で、南区の花はひまわりってことだね。大谷場氷川神社ってことで、キジの氷川神社、大谷場の、まあ神社ですね、キジの氷川様。いや、埼玉県はみんな氷川神社の分家みたいな、だいぶ坂道になってます。はい、疲れる。あ、昔猫いました、ね、そうですね、ここでなんかちょっとなんか野良猫、うん、野良猫がなんかいた記憶があります。はい、どうやらね、
お参りするところは夏祭りの準備でおみこしの準備中ということで、雨降ってんのに ね、大変だよね。こちらにちっちゃいのもあります、はい、こっちがだから鳥居もこういう形で大きく立派なものがありますね。はい、神社抜けて西口の、駅前の大きい交差点に来てます。どうやら駅前はこういったマンションが今建設中ですね。こちらの丸広です。西浦といえば皆さん丸広南浦和店、こちらにはね1階にヤオコーがあったり2階3階に薬局ダイソー4階か、うん、いろいろ入ってます。あちらによく見る居酒屋一元があります。でこれ一元だよ、南浦和店、うん、結構ランチとかもやって安いみたいです。はい、でこちらに行くとさっきも言いましたけどスーパーコモディイイダがこちらにあります。でコモディイイダに関して東口にもあるんですよ、うん、だから唯一西口東口に揃ってるっていう。1、2階がコモディ1階がスーパー食料品で2階は雑貨とか衣料品が売ってるコモディだ。駅地下でとても便利で、三ヶ根さんその上を見るとね3階にねレストランサチとかね、そうじゃない、うん、サチであれもあります。コンタクトとかが町田クリニック利用店とか非常にちょっとレトロな感じのビルになってますね、コモディだ。はい、こっち行くと駅のロータリーに戻るわけです。北浦和の時もやりましたけど南浦和駅スタンプということで、はい、じゃあスタンプねやっていきたいと思います。つけてつけて、どっちなの、こうかしたいと思います。はい、なんか結構うまくついたかも。あ、ゴリラ公園の埼玉市文化センターとゴリラ公園 JR 東日本南浦和駅、いはい、書いてありますよ。埼玉市文化センター西口から徒歩7分行ってないですけど、でゴリラ公園はね東口から18分遠いね、遠い、うん、ゴリラ公園っていうねスケボーとかいろいろできる公園が、うん、宮様で行ってたね。こちらが南浦和の東口のターミナルですね。はい、こちらはタクシーとか、まあ、乗用車とか、まあ、交番もありますけどこんな感じになってます。東口の方がちょっとお店はかなり多めになってますね。埼玉りそな銀行とか富士屋もあちらに。じゃあ東口のね、バインカフェかな、はい、はい、こう書いてあるんです、懐かしのナポリタンとか、うん、トロトロ牛すじカレー、これじゃないですか、うん、まあタバコが吸えるところがポイントなんですけど、地下にねこういうバインカフェ、普段なんかお笑いもイベントやってたりしてるみたいだよね。じゃあちょっと行ってみましょうか。
ました。サラダとナポリタンですね。すごい銀のプレートになります。うん、あとコーヒー、あとアイスコーヒーも取ってみました。あと赤ワイン、あれ赤ワイン、昼間と赤ワイン。終わりまして、ちょろっと歩いてます。こちらには松屋とね、はい、この富士屋のね自動販売機もあるみたい。これすごくないですか。こんなの売ってるんですよ。以前も買ったことあるんですけど、こんなねショートケーキ、シュークリーム、マカロン500円とかで買えます。で、富士屋のカフェもねこっちにあるのでいいんじゃないかな。はい、駅にはたこ焼き屋さん、お好みたこ焼き、焼きそば、こういったものがあります。で、不動産屋さんもあって、ここ以前ね山田うどんの立ち食い専門店あったんですけど、今はなんだこれ、カヌレか、カヌレ、カヌレ、おしゃれ。山田うどんがあったところにねこんなお菓子の店があるのはどうなんだろう。なかなか食べることないよね、これ。ナス、ご用卵を贅沢に使用した、ね、お客さん来るときぐらい、確かちょっと高級感、2個600円、抹茶美味しそう、抹茶。で、東口のね駅の横を通ってます。ちょうど京浜東北、東京方面行きのホームのすぐ横ですね。こういった居酒屋、三代目友とかね、いい香りがします。ねえ、これ駅にいても焼き鳥にいい香りする、うん、非常にいい香りするんですよ、うん、で、あとここ80円の自動販売機ね。養老の滝ってまだあるんだやってないんだ。やってないか。なんだろう、宗谷、ここも焼き鳥で美味しそうな店ですね。結構この時間でも入ってる、非常に美味しそう。結構入ってる、うん、ってる。あとちょっとここディープな感じ、この木村ビルって書いてある、こんな感じでつながってるみたいだね、うん、ただなんか全体的に真っ暗になってるから、やってる店とやってない店がある感じする。だけど結構居酒屋だったりラーメン屋だったりロバタ焼きとかね、いろいろなんか駅前ならではのこのテナント感。東口といえば三上さん、スーパーはマルエツ、あとコモディーだ、で、あと忘れちゃいけないのは、あ、まあダイエーもありますよね。あと忘れちゃいけないのが、元業務スーパーが入ってたミラベルっていうね、結構安いところ、ミラベルっていうスーパーと、あと100円ショップワッツ、100円ショップがあるのすごくないですか。ワッツだよ。ワッツ、いや、いいでしょ。はい、ミラベルでねついつい安いんでちょっと買ってみました。はい、まずこれ、はい、富士清水の水ね、500ペット。いくら？45円です。あ、安い。うん、卵？これ税抜き98円で売ってましたね。安い。1人1点まで。はい。2個買いました。はい。ザルラーメン。はい。急に高級。はい。なんか松阪牛のふりかけ？
200円ぐらいでしたけど、なんかちょっと変わったものだったりちょっと手に取ってましたね。はい、で黒ニンニクもちょっと買ってみましたね。はい、これ100円で安い、うん、これ食べようと思って、もちもちどら焼き、あずきクリーム、ちょっとこれじゃあ今食べてみましょうか。スーパーミラベルで買ったもちもちどら焼き、あずきクリーム、どうですか。普通にあずき味、他の味もあったんだけどね、うん、おいしい、おやつにちょうどいい、うん、クリームが絶妙だね。甘すぎない。うん。でも小豆の味もしっかり。うん、これいくら？100円？100円。あ、安いですね。はい、ミラベルをね出て、また駅方面に戻ってます。でこちらはね、さっきも言ったんですけど、浦和競馬場行きの、バスがどうやら出てるみたいなんですよね。うん、無料で、競馬場が開催されている時にはこちらから浦和競馬場のバス出てます。これ無料っていうのがいいよね。南浦東口のメイン通り、うん、になってます。ドトールとかセブンイレブンとか、はい、この通り結構飲食店多いんじゃないかなと思います。マイカリー食堂、あー、はい、あ、で喫茶店がここに、コロラドがありますね。はい、コロラド、サイフォンコーヒーと出来たてのお食事をって書いてある。へー、コロラドありますね。あ、うん、結構ミガネツ好きな店です。はい、ジローさん、カレーごちそうしてくれる？そうですね、こう書いてあります。喫茶店のナポリタン、さっきのナポリタンと違う、じっくり煮込みのビーフカレーとかもある。小腹が空いた、うん、ここはどうやら分園でね、禁煙席と喫煙席って分かれてる、うん、なかなか素晴らしいチェーン店ですけど。で向こうにね、三ヶ根さんモスバーガーもあります。ああ、はい、こちらが東口の、改札で右の方ですね、日高屋があったり、ホテルニュー埼玉があったり、七輪焼肉とかね、結構こちらもチェーン店が揃っております。東口の、交差点です。はい、こちらね、ダイエーがあります。はい、駅から5分6分ぐらいのところにダイエーと2階にセリアが入ってますね。あの、非常に便利なところにダイエーがあります。東口の公園ですね。いいね、結構ここでなんかよくお祭りやってるみたいです、うん、イベントの夏秋春とかねやってるみたいです。はい、で東口のこちらの通り行くと、まあこんな感じでパスタ屋さんがあったり、あ、ローソンがあるね。こっちには千円カットとか松清もありますよ。パチンコ屋もあるけど、まあ、スーパー的にはね、こちらのマルエツが、まあ、駅近にありますよね。うん、本当に、うん、この通り結構飲食店とかあります。あと、あの彩花の宝石南浦和店東浦和だったかな、本店は。はい、南浦和商店街ってことで、ここはねこんな感じになってます。はい、で杉薬局もあるし、居酒屋もありつつ、ケンタッキーがここにほぼ駅前にあります。今日一日南浦和のね駅いろいろ回ったんですけど、いや、お
そうですね。そうで、ここちょっと商店街の一部の最後ね、公園で撮ってるんですけど、うん、結構やっぱ南浦はスーパー、うん、もう東口に4つぐらい、うん、で西口3つぐらい、うん、結構スーパーがいっぱいあって、うん、まあドラッグストアも結構あるし、うん、で京浜東北もあれば武蔵野線も乗り換えもあるし、うん、で始発の駅なんでね、非常に便利な駅だなと思いました。はい、続きましてね、まあ、今北浦和、南浦和って言ったんで、残りの浦和の駅またぶらり散歩していきたいと思います。晴れの日がいいね。そうですね、今日はあいにくの雨だったんで、これからまた南浦和駅に戻って帰ろうと思います。それでは本日の動画は以上です。ご視聴ありがとうございました。